皆さん、こんにちは。31歳のファイヤーしたゴリボーフィエス参上。ということで、今日のタイトルコール、テスラ、2027年までに2000ドル株いっちゃうのかということで、皆様、スマッチョスマッチョの方、よろしくお願いいたします。歩くブルガモに、清き一票ということで、早速ですが、見ていきましょう。Why ARK Invest predicts Tesla stock will hit 2000 by 2027ということで、なぜ2027年までにテスラの株が2000ドルいくのか。ちなみに今のテスラ株160ドルということで、あとたった4年で10倍以上になるということをアークインベストのキャシーボクが言っている。しかし、テスラのキャシーボクじゃなくて、アークインベストのキャシーボクは最近テスラの株を買ったんだよね。それが4月26日に倍16万3000ドル、じゃあね、16万3000株のテスラを価格どこだ買ったのは、ここで入れてるから160ドル、ちょうどね、ここの時にテスラ株追い買いをしていたということで、なぜなのか。 Cathy Woods of Investment Bank Management ARK Invest has long been bullish で、2027年に2000ドル行くよと言っているんだけども、その理由はなぜなのか。まあ大体ね、ゴリが前から言ってるんだけども、オートノミーだから、これあのテスラのロボタクシーよね、ポテンシャルロボタクシービジネス、これまだテスラのレベニューとかになってないんだよね。なってないんだけど、2025年ぐらいから来るんじゃないかということで、 Profiting off of autonomy in the pastThat Tesla's recent earning call, he also pointed the higher volume, lower margin strategy. ということで、higher volume だから、これリセッション来るから、あの価格をね下げて、それでたくさんね台数をね売る。プロフィットマージンはちょっと下がるけども、でも、テスラは自動車会社の中で一番あのプロフィットマージンが高いから、値下げをすることができると。フォードとかできないんだよね。ということで、ハイボリュームでね、リセッションの時は、利益追求型ではなくて、数をね、母数を増やしていきたいと。で、autonomy development quickly gaining traction in our auto industry. だから、autonomy ってのは、だから、フルセルフドライビングカーみたいな感じだよね。だいずれ、あの、テスラのセミもね、ペプシが20台ぐらい今年納車してるんだけども、で、テスラトラックがね、今年の Q3 の10月だっけ、11月になんか、ね、発表会があるんだけども、あの、どっちにしてもね、このテスラのロボタクシーが来るんじゃないかと、それすると相当ね、利益があるよねっていうことで、それがまだね、株価に織り込まれてないはずで、それをキャッシー僕のアークイメスは織り込んでいるということです。で、ブルの場合は2500ドル、ね。普通の場合で2000ドルね、うん。で、ベア、非常にコンサバティブの場合でも2024年に1400ドルってことで、1400ドルって言っても10倍じゃねえかって話だよね。ということで聞いてみましょう。キャシー僕のインタビュー、ね、英語と一緒にチェック。Fund, her flagship fund, and Cathy Wood joins us now exclusively. Cathy, it's a great time to be with us.Thank you, Morgan. Happy to be here. So much to discuss with you, but I do want to start with Tesla. Your reaction to those results we did yesterday, specifically the fact that the operating margin dropped pretty dramatically to 11.4%, certainly focused for trading today. Does this change your outlook or your thesis around Tesla?ということで、テスラの、ね、Q1 の決算でプロフィットマージンが 4% ぐらいに 4% 下がっていったのかな。あのプロフィットマージンかなり落ちて何パーセント言ってるから聞こえないの。 11.4% だから 11.4% までプロフィットマージンがテスラ、ね、Q1 で下がった。っていうか、顎がなんだ、ね、これ大丈夫なのって、プロフィットマージン下がって利益率下がってる、大丈夫。で、テスラのね、展望をね、あの、フィーセスね、変わるのかと。Not at all. In fact, curiously, we want Tesla to scale its units, because each one of them now represents the potential for a robotaxi and a robotaxi fleet. Now, Elon says it's possible. 今は、あの、母数を増やしてほしいと。つまり、ボリュームだよね。さっき言ったボリューム。ボリュームを増やして、これの、ハイアーボリューム、ロアーマージンのボリュームを増やしてほしい。なぜかというと、テスラの自動車が売れれば売れるほど、それらがね、今度は歯車になって、すべてがロボタクシーの駒になること、可能性があるって言ったの。つまり、歩兵だよね。車は全部ね、テスラってソフトウェアでアップデートできるから、フルセルフドライブのがね。で、自動車さえ売っちゃえば、後でソフトウェアアップグレードして、その後ロボタクシーにアップグレードできちゃうと。そうすると、世界中にやばいよねって話なんだよね。Possible that he could launch that fleet this year. We think it's more like last year. But the robotaxi fleet is really going to be, or the robotaxi service, is going to be, from a margin point of view, more like a SaaS business. And so we think that is very smart to maximize units, because they have so much option value now. Yeah.で、あのロボタクシーはどちらかというと SaaS、SaaS っていうのはソフトウェアアザサービスということで、あのどちらかというと、まあ、自動車をレンタルカーでとかね、あのタクシーのうんちゃんを雇って物理的に車をね買ってビジネス始めるではなくて、もうすでにテスラを、ね、所有している人たくさんいるわけじゃん。で、それをどんどん増やしていきたいと。で、その後もあの Uber みたいな感じをね、アプリでパパパってやっちゃうと、あ、テスラが例えばこの近くのね、5丁目の6の13に、ね、テスラ自動で、なんていうんだ、もう駐車場止まってるから、で、それ誰も使ってないから、今さすでピッてね、アプリでやると Uber みたいな感じでね、まあ Go アプリみたいなね、S ライドみたいな。それと勝手に来て、勝手にね、自分のね、ピックアップポイントに来て、で、勝手に帰ってくれるわけよ。うん、で、まさにこれソフトウェアアザサービスよね。だって誰も雇う必要ないんだもん。だって運転手いらないでしょ。車もすでにね、売られてるわけでしょ。っていうことで、売られて今、母数を増やせば増やすほど、タクシーのね、タクシーの稼働する台数が増えるから最強ってこと言ってるの。I mean, but we've been hearing about the robotaxi fleet for some time. So a lot of regulatory barriers to all of that, and certainly technological barriers involved too. So how soon can we actually see that realized? And the fact that you tweeted earlier today that you've got a...
ただ、ロボタクシー、どちらかというと、そのレギュラトリーバリアということで、まあ、規制だよね。規制の壁と、あとはテクニカルバリアということで、テクニカル、つまり、まあ、問題だよね。実際問題、それできるのかと。運転手いないで勝手にできるのかと。規制とね、まあ、実際に物理的テクノロジー的に大丈夫なのかと。で、いつぐらいに来ると思ってるのかと。A new valuation assessment of Tesla coming out. How does that fit into your price target? Where does that going forward? The price target for our stock, and I think it's just hitting now, for 2027, because we do have a five-year investment. 2027年だと言っちゃってる。ということで。The time horizon is, our expected value is roughly $2,000, and that's within a range of $1,400 to $2,500, our bear and bull case. ということで、ベアとブルが1400と、2700ってさっき書いてあった記事だね。1400ってのがベア。で、ブルの場合が2500、その間の中間が2000ドルっていうことで、それはちょっとすげえなと思うけど、10倍にもなるんか、あと3年でみたいな、リセッション来るんだぞ、おいみたいな。Now, just Morgan, on the regulatory side, I actually think regulations are working in Tesla's favor. For I think roughly three decades, the number of auto fatalities in the United States fell to the low 30,000 range per year. And they've turned around in the last 5 years and moved up to 45,000 plus. And I think the pressure is on the National Highway and Transportation Safety Association to change something. So it is looking carefully at Tesla's data. And during Investor Day, Tesla released some data that we don't think many people paid enough attention to. The most important one is that with full self-driving, a Tesla vehicle gets into an accident every 3.2 million miles. And that compares to one every 500,000 miles for the average car on the road. まあ、レギュレーション規制に関してはどちらかというと、ね、そのトランスポーテーションなんか交通省みたいなのがね、むしろテスラにとってはいいんじゃないかって言ってるの。でテスラはだいたい 3.1 ミリオンマイルに、1件の自動車 の交通事故があるけども、普通の自動車は550万マイル、1ミリオンが100万だと、300万か、テスラが300万マイルに対して走って初めて交通事故、普通の会社は50万マイルとか言ってたな、確か今。だからテスラの方が6倍安全であるっていうデータが出てると。テスラ vehicle gets into an accident every 3.2 million miles. Every 3.2 million mile. だから320万マイル走って初めて事故が起きる。テスラね、320万マイル。320万。And that compares to one every 500,000 miles. One in every 500,000.The one in every 500,000 だから50万。50万マイル VS 360万だから6倍ね、テスラじゃないやつは自動車の事故に起こりやすい。That is what we're saying. We think that the robotaxi opportunity globally will deliver $8 to $10 trillion in revenue by 2030 and is one of the most important investment opportunity globally. Will deliver $8 to $10 trillion in revenue by 2030.うん、2027年ぐらいまで8 to 10 trillion。1 trillion って130兆円違う。1 trillion って113兆円だっけ ?130 兆円のレベニューになるって言ってます。2030、2030年だ。あと7年ぐらいね。に130兆円。今の人生で、今の私たちのライフスパンで、the most important investment opportunity ということで、最も非常に最も大事な、ね、最もクリティカルな投資のチャンスであるのがテスラであると。And I think one of the reasons for that is it is going to save lives. 80 to 90% of auto fatalities and auto accidents are caused by human error. And でただ投資だけではなくて交通事故とかですごい事故が起きるんだけどもね、80-90% をカットできると交通事故のリスクをね、テスラの、まあ、技術によってみたいな、そういう話をしてて、まあ本当なのかわかんないけどさ、でも我がイーロンだからね、まあ、ゴリとしてもレッドピル共同競争としてはね、これ AI とマシンラーニングとね、まあ、将来が詰まった会社であるのが確かなのよ。ただちょっとリセッションとかで、トリマネ直近では、まあ利上げで QT だから、今すぐに上がるっていう話じゃないよねっていうのは、合理的なね、シーセスなんだけども、だから、これね、ちょっととりあえずね、下貫通してほしいよねとは思うんだよ。うん、でもしないのかもわかんないし、まだ DCA は正義ってそういうことなんだけどね。ということで、まあこれがね、テスラの、まあ2027年のね、2000ドル行くかいけないのかみたいな話です。そして、テスラストア、get ready for that inevitable fall of Tesla ということで、テスラがね、落ちるよっていうね、この記事、逆だけなの、今度は。テスラ remaining great American success story, but it is still worth 5 times sale and 47 times earning. で、これね、考えてみると、NVIDIA が今やばいじゃん。で、NVIDIA って確かね、アーニングの117倍ぐらいの株価なんだよね。で、テスラは47倍なわけね。で、グロース株っていうのは結構織り込まれてるわけよね、株価に。で、だから NVIDIA の方がやばいってことをね、知っておくことね、まず。で、まあ、テスラがね、これ、ちょっと、過大評価されすぎだよって人いるわけよ。ね、トヨタとかの方がいいだろうみたいな人いるわけよね。うん。でも、まあ、キャッシーボクとかグロース系、まあ、イノベーション大好きだから、将来的に AI とかね、まあ、ロボタクシーとか全然見てるから、もっともっと上がるって言ってるけども、コンサバティブな人はテスラ高すぎるって言ってるわけよ。うん。で、実際問題、ニオじゃなくて、なんだっけな、BYD かな。BYD がテスラを、ね、上回ったみたいなね、これはニオだけど、ニオっていうのは中国の、ね、自動車会社で、そうじゃなくて、ニオじゃなくて、ウォーレン・バフェットじゃなくて、BYD かな、BYD が、上回ったんだよね、テスラを。BMD かな、BYD かな、中国の。そう、BYD シェア、これが、
まあ、自動車の販売セールの数で言うと、まあ、テスラを上回った。これ安いからね、あの価格帯が。これね、BYD によってテスラグロスプロフィットマージン as its launch cheap single mass market EV だから小型自動車みたいなね。ベストセリングカーブランド in 中国では BYD が一番。BYD ってのはだから安価なね、安価な価格帯のやつね。ということで、まあ違うわけよ、ストラテジーがね。BYD、アンレッシュ、シーゴ。で、まあそれと逆なのが今度2をね、中国の EV 会社なんだけども、ちょっとプレミアムというか、なんていうんだ、ちょっと高めのね、そうやってるのが2をで、ニューストックプライスターゲットフォー2025ということで、今2をが今ボトムで 7.8 ドルなんだね。で、これが30ドルぐらいだったわけよ、もともと。で、これちょっと高価格帯で、すんげえなんていうんだ、あの、日本で言うとトヨタのレクサス版みたいなね、ちょっとスタイルもいい感じのが2なんだけども、で、これはバッテリーをね、変換できるんだよね。こうバッテリーチャージするんじゃなくて、バッテリーごとね、こう交換するの。電池を入れ替えるみたいな、そういう感じ。だから時間かかんないんだよね。バッテリー出せだけね、変えれば。あ、じゃなくて、変えれば。チェンジを。っていうところがちょっとね、いいんじゃないかって言われてるのが2なんだけども、ただ、まあ、won't outperform the market over the long term. NIO stock likely won't outperform the market over the long term. 長期的にはまだね、あの、NIO の株上がってこないんじゃないかっていうふうにこれ言ってて、じゃあターゲットはいくらなのかと。ね。2025年までに。ね。今は、スケールしてるから、まだプロフィットが増えてないんだよね。っていうところが NIO。ただ、まあ、バッテリー的にはね、テスラの、バッテリーチャージャーとかって、結局50分とかかかっちゃうのね。ただ、これ NIO の場合で一瞬なんだよね。そのバッテリー交換センターに入ったらシュッてね、変えるだけで、そこがいいんじゃないかみたいなこと言ってて。ということで、The company's gross margin sank to just 10% in 2022, down from 18% in 2021. ということで、18% が20%、ね、半分減っちゃって、10% まで減ってしまったと。で、まあ、今ね、スケールしてるからコスト結構かかってるわけよね。テスラみたいにスケールボイコノミーって言って、何万台、100万台超えてるじゃん、今。どんどんね、生産すればするほど、1台あたりのね、単価が下がるんだけども、今ね、ほとんどの会社そこまでできてないわけよね。ということで、まあ、2をね、そのフェーズであるとか、テスラで2018年とかね、そういう2017年とかもっと前かもしれないけどね、っていう段階ではある。ただ、中国の EV 会社のトップ4ではあることも確かであるということですね。はい。ということで、ウォーレン・バフェット gives reason for surprise sale of stake in Taiwan Semiconductor と、台湾セミコンダクターってアップルとか買ったやつなので、それにウォーレン・バフェットが売ってしまうだと、なんでやでみたいなね、ことをね、言ってるだけでも。オラクボ・オマハ、御年92歳デヴィ夫人よりも年いってるじゃないかね。なぜ、台湾セミコンダクターを売ったのか。ウォーレン・バフェットはアップルを買ってるわけよ。アップル株を買ってるのね、ウォーレン・バフェットって。で、ウォーレン・バフェットって、でグロース系全然やらないの。わかんないから。で、ビットコインとかも知らないって言って やってないの。で、唯一使ってるグロース系がアップルなのね。で、アップルが使ってるのが、よく使ってるのね。台湾セミコンダクターのチップなんだけどね。書いてあるね。セミコンダクター、テクジャイアンツ、インクルーディング、アップルのコーコン。ね、台湾のサプライズセミコンダクターとテクジャイアンツ。だから TMC が、台湾セミコンダクターがアップルとかに提供してるよってことで買ってるんだけど、じゃあなぜね、売ったのか。ね。まあ多分中国関連、台湾、China have been governed separately since。だから台湾、中国情勢で多分、ウォーレン・バフェットは、ちょっとこれやばいんじゃないなみたいなことで、動かした。He was saying that Taiwan was a well-managed company, but the Berkshire had better places to deploy its capital。ということで、現金をね、台湾セミコンダクター、今ね、渦中にあるね。あれ、ではなくて、もっと違うところにね、移してもいいんじゃないかみたいなこと言ってて、動かしたってことで。だから、まあ悪いとは言ってないんだけども、多分、リスクを下げたいみたいなことだと思うんだよね。ということで、86% をね、台湾セミコンダクター持ってた株の 86% をね、処分しちゃったって言ってるよ。4.1 billion just a month before。ね、2月に。2月にウォーレン・バフェットのバークシャー・ハサウェイが 86% のステークを売ってもうたと。そして、ウォーレン・バフェット says we are not through with bank failures. We are not through. だからまだね、通り越しないと。米銀行破綻のね、未曽有の危機はまだね、通り越しないよと。There could be more bank failures down the road, but depositors should not ever be worried. The depositor はね、これは補填されるから大丈夫だと。ただ債権者と株主はね違うよと。We are not over bank failures, but depositors haven't had a crisis. ね。デポジターは大丈夫だけどさ、社債買っちゃってる人はダメだよね。We are not even over. We are not over bank failures, but depositors haven't had a crisis. The collapse of Silicon Valley Signature and ね、First Republic が明日からね、また行くと思うんだよ。Bankers have been tempted to do that forever. Accounting procedures have driven some bankers to do something that have helped the current earnings a little bit and caused a recurring temptation to get a little bigger spread on a record, a little more than earning. だから銀行がちょっとね、利益追求のためにやりすぎたってこと言ってんだよね。According to procedures have driven some bankers to do something that have helped their current earning a little bit. つまり、決算で、ね、収入だよね、レベニューとか増やすために、なんかプロセスがあって、それ数字をね、増やす。そのためになんかね、ちょっとリスク取りすぎたんじゃないかみたいなこと言ってて。まあ、これがね、これがリスク、株主に対してはリスクがあると。ところで、The cost of federal deposit insurance corp are borne by banks. The banks have never cost the federal government a dime. 銀行は、連邦のね、政府に対して、今までコストかかってなかったけど、今回は逆だよねって。FDIC のインシュランスで、補填しないといけないからね、連邦政府が。で、まあ、まあ、これちょっとやばいよねって。だから銀行はまだ、破綻終わってないよと。で、JP モルガンをね、買収しようとしてるということですよ。ということで、まあ、テスラ、ウォーレン・バフェットの話をした後に、ビットコイン
で、ビットコインはね、そんなに上がってるわけでもなく、まあ、だから、あれだよね、逆算損するんじゃないのみたいな感じだよね。ということで、フィアとグリードインデックス、多分60で動いてないよね。動いてない。60で。で、ゴリは今日会合がありまして、昨日会合あって寝たんだけど、寝たんじゃなくてさ、いろいろあったんだよ。ということで、皆様、まあ、ビットコイン、まあ、あれだよね、明日だよね、明日。明日、大量 QT がある。そして、アップルの決算、明日。ね、その後に水曜日に FOMC、ね、利上げが来る。ということで、大量に、ね、ニュースがあって、経済的ファンダメンタルもあるので、ね、今週ね、売る買うっていうのは、マーケットのね、反応を見てからやるべき。まあ、どっちにしても SP ファンブランドとかね、一回上に行ってもいいんじゃないかという状態でございます。ということで、本日の最初のね、動画以上になりますので、アップルプルプル、テスラ、キャッシーボクの、翻訳、そしてウォーレン・バフェットの知識、この辺ですね、紹介していきましょう。で、ヤグラと登ったらぜひ、スマチョ、熱望ということで、また後でお会いしましょう。バイバイ。